はいはい、もうちょっとアスカさん、トラさんと順番に来てるんで、うん、はい、もう今回はマチャさんの話になるんですけど、おお、ね、任せてください任せてくださいってそれは自信たっぷりなんかあるんですかまた。いや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 、去年ぐらいからね、はい、いろんな、まあ、しゃべりから発展してるんですけど、はいはい、しゃべりのいろんなことをお伝えしたいなと思って、はい、いろんなこう元気になってもらうための講座とか、うん、普段ちょっとさせてもらってて、うん、でそれもちょっと特殊で、男性限定講座とかをね、はいはいはい、今ちょっと企画したりとか、うん、男性が元気になるための講座、そうそうそう、うん、ちょっとなんだろうな、悩んでる仕事場ですごく男性の方と一緒になることが多いんですけど、うん、なんか女性の悩みと男性の悩みとちょっと違うとこが多くて、うん、私が普段こう話を聞いてる感じのことが、うんうん、でちょっとそんなしょうもないことで悩みなやって、うん、みんなと話してこう発散してもう元気なりやっていうようなところから、男性の方にこうもっとコミュニケーションうまいこと取ったらええねんよっていうような話をするための講座とかを企画してたところからが元で、なんか男性講座やりだしたりとかしたら、なんかすごく展開が早くなって、今度父の日のイベントを関わらせてもらうことになって、そうちょっと西宮で、西宮で、そう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 、どんな感じのイベントをするんですか。西宮のガーデンズって、はい、デパート、阪急のデパートの中で、はい、父の日イベントをお友達とちょっと関わらせてもらって、はい、お友達がカラーアナリストって言って、はい、色を、うん、提案する、はい、あなたにはこの色が似合いますよって提案するようなお友達なんですけど、そのことをちょっと掛け合いで、うん、でそれは男性の人が相談を、相談をっていうか、みんなと一緒にイベントで、うん、こう自分の似合う色はこんな色とかいうのをこうチェックシートとかも元に、うん、こうなんか色をね、あ、私は春色が似合うんやとか、私それは何で決めるの、顔で、顔の色と目の色と髪の毛の色とか、そういうので春色のタイプの色が似合うとか、サマーさんの色が似合うとか言って、それマチャさんもだいぶ勉強してますの。そう、お友達が一緒ね、結構一緒やから、だいぶ分かってくるようになりました。分かってくるようになりました。トラさん何色が似合いますか。こんなとこの色やったら分からんかもしれへんけど、トラさんのイメージは、ね、その色の服ばっかり買うで私いやでもどうなんでしょうね、もっと明るいとこじゃないと分かりにくい。私も自分は肌の色が黄色っぽいと思ってたんですよ、もともと日焼けもよくしてたし、だから若い頃は春の色がすごい似合いますよって言われてたんだけど、そのお友達にいろいろ診断して一つずつ見てもらったら、いやいや夏色の色ですよって言われて、え、じゃあ今まで着てた服の色は何だったのみたいな。夏の色っていうのは何色が夏の色。ブルー系からグレー系なんですけど、なんだけどちょっとくすんだ感じの色が春とは違っていいみたいなんですよね。で髪の毛の色のね、染める色の感じとかも変わってきたし、でちょっと肌の色もね、その色によってやっぱり見た目って変わってくるの。変わる、びっくりした。うん、なんかこうやってカラー診断とか言って、こんなドレープって言ってね、うん、布をね、いろんな黄色でも黄色の濃淡でいろんな種類をこうやって当ててみたりするんだけど、うん、この辺のねラインの感じとかがね全然変わるんですよ。だから男性の人も多分スーツの色で例えば黒ってなっても、黒にもいろんな色合いってあるじゃないですか、そのちょっとした色合いとかシャツの色とかネクタイの色とかをちょっとこう顔に近いところの色をちょっと気にするだけで全然違うみたいなんですよ。相手に与える印象もだいぶ変わってくるってことだよね、うんうん、だからちょっとこうなんか商談したい時はこっち系の色とかって選ぶ人はなんか考えるみたいなんですよ。男の人もそういうのって気にしてはる人っていてはんのかな。いる、ね、女性はすごい好きなんですよね、うん、でもなんか奥さんがすごい好きやから旦那さんとかは言われるままに服買ってもらったりとかっていう人が多いけれども、実は好きとかいう人がすごい。いたはんねや、うん、僕それ全然ダメなんですよ、ずっとジャージやからもう一年ずっとジャージやからこれ。あ、診断してもらっていい色のジャージをずっと着たの。そうしよう、そうかもしれない。僕紫のジャージとかも持ってるんですよすごい、ね、みんなにそれは派手すぎるって言われる見たことあるような気がするそうそうそう、あんまりキーンだけどねいやでもね、これだけいろんな種類のジャージをね着こなせる人も逆に珍しい。珍しい、それはそれでいいことなんかな。いいことは褒められてんのかな
で男性の人の悩みってどんな悩みがありますの？いや、なんだろうな、こう どう女の人に声かけていいか分からへんとかね、はあ、声かけるにも、うん、なんか最近ちょっとしたことですぐセクハラとか言われるじゃないですか、うん、だから言葉をすごい気にしてるみたい、女性よりも男性の方が難しいね。難しい。あれはでもまあまあね、それは車内の部分もあんのかも分からへんけどね、うん、電車なんか乗るでしょ、うん、満員電車とか電車乗るでしょ、うん、もう手上げといたのかと思うぐらい、うん、そうでしょ、なんかもうこうやってカバン持ってるだけやのに、うん、そうそうそう、もうなんか変な目で見られたりとかね、うん、すごいやっぱり気にしてる。中学の時に学生服で正カバンを持って電車乗って満員電車やって、で乗ったそのカバンがどうも女の人のお尻に当たってたみたいで、中学ぐらいやし中学1年生ぐらいやし、何のこっちゃ分からへんまま普通に乗ってたんやけど、うん、そのカバンをガッて持たれて、うん、あ、カバンやって横で言われたことがあって、で今やったら何言うとんじゃんおらー言うたんねんけど、その時まだ可愛らしいからそんなも言われへんし、みたいな、そうビビりながら帰った思い出がある、女の人の方が強いもんね、うん、そういう、ね、そう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 、で、まあ、そういうのがあると、そのセクハラもそうやけど、うん、変にこう声かけたりとか触ったりとか肩叩いただけでも何か言われたら、うん、どうしようかっていうのがあるじゃないですか、うん、肩叩いてセクハラしたらブサイクな人かわいそうやんな、大概そうやん、男前ならさ肩を何触ろうが、うん、何しようがさ、いやめっちゃかっこいいからさ全然、うん、わーって言うね、ラッキーじゃないけどさ、うん、そうだ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 今日イエーイみたいな、今日は一日ハッピーみたいな、やっぱりなあかわいそうやなと思う、うん、最後はでも逆も一緒やん、逆も一緒やんっていうのも変な話やけど、なんやろそのぶっさい お前のことなんかそんな目でそれだよって言うやつに限って言いよるやん、セクハラやとかなんやとか、うん、なんで俺がお前のお前なんかしょっちゅうの方がええわってやつやろ、あんた隣のやつとしっかり鏡なんかやっておるでしょちょっと切れちゃってしまいましたお時間でございます